ホロコースト博物館が北京ウイグル問題で人道の罪に認定している。これは大きなニュースですよ。いやこれあの日本では報道されてないです、ないですね、ほとんど。やっぱそれは中国共産党に忖度してるか、はい、中国共産党の人間が入り込んでると思われるよね。これ来ましたよ。いやお前らリベラルじゃないのかと。これ来ましたよ。お前らリベラル命じゃないのかと。素晴らしいですね。これワシントン近郊にありますですね、はい、このホロコースト記念博物館っていうのがあります、はいはい、ホロコーストメモリアル。我々次行ったら見に行きたいですね。これ素晴らしいですね、はいはい、でここになんとすごい名前がちょっとすごいんですけど、虐殺防止センターとジェノサイド防止センターってのがあるんですよ、はいはい、でここのセンター長ナオミ・キコラーさんという、はい、あの女性の方いらっしゃいます、うん、この方ディレクターなんですけど、その方がですね3月5日にイベントをやったそうです。これ 先週の木曜日ですかね、うん、はい、あのイベント行ったそうです、はい、でそのイベントに出る前日から明日私こういうこと言いますということで、うんうん、今、もう北京が、ウイグルに対してウイグル人に対してやってる行為が許されんと、うん、これはまさに人道に対する罪であるっていう、うんうん、まさにあのナチスに対する、はいはいはい、あのニュルンベルグで、はい、やったあの罪ですよ、はい、同じ罪、これ人道の罪に対するもう人道に対する罪だと認定して、はい、でその3月5日のイベントでもあのもうそういうことだということで宣言をしました、はい、で問題はですね、これ初め北京はあのウイグル人強制収容所なんかやってませんって言ってたじゃないですか、うん、はい、ところがそのうちになんとほら職業訓練校だと、はい、ボーディングスクールだって、はい、一応認めましたよ存在は、うん、でそれに対して、これアメリカの議会側もこれ動きましてですね、うん、ジム・マクガバン下院議員とマルコ・ルビオ、はい、我らがロボットルビオ、はいはい、ロボットルビオ、はい、ルビオ上院議員が務める中国アドバイザリーボードっていうのは、うん、あの議会の中にあるんですけど、はい、その人たちもナチスと同じく人道に対する罪であるっていうふうにこのウイグル人、これはどんどん報道してほしいですね。これあんまり報道されないですけど、はい、これ僕はこのホロコーストミュージアムがやったっていうのがね、うん、でかいと思うんですよ。でアメリカは結局これ決めたってことだもんね。そうですそうです、うん、であのアメリカ側もそうですけど、これ結局、まあ、ある意味これ一つのユダヤ人勢力の、はい、あの一つのこの代表的な意見ということになるじゃないですか、うん、これつまり中国は今回ウイグルのことをやったことによって、まあ、世界の、ユダヤ人を、はい、ユダヤ系と言われる人たちを、うん、まあ、一応敵に回したということになるのかなと僕は見てます。なるほど、はい、でアメリカはですねこれ、その後に出てきた、ルビオとか頑張ってですね、はい、うん、ウイグル強制労働防止法という、はい、法律を成立させました、はい、うん、これウイグルを、まあ、そのほら職業訓練校終わった後に、はい、うん、ウイグル人をやっぱすごい安い賃金で働かせて工場とかで、うん、使ってるんですけど、そういうところのウイグル人の労働者が入ってるとおぼしき工場で作られた会社で作られた製品はアメリカは輸入しちゃいけませんと、はい、いうこと言ってんですよ、はい、で、もちろんその製品の中にはですね、アップルとか BMW、ギャップ、ナイキ、サムスン、まあ、そういうのもあるんですけど、日本もね、うん、ソニーがね、どうやらそれ使ってるらしい、まあ、中国の工場だとやっぱ奴隷みたいにやられてる人間が入っちゃうってあるよね。まああるんですよ、うん、だからまあで僕は逆にこれソニーがの立場だったら、いやじゃあそれやめますってことで全然取引先変えますってやればいいわけですから、はい、全然僕は問題ないと思ってるんですけど、うん、これ世界のとにかくウイグル人団体も、うん、歓喜ですよ、はい、もう大喜び、世界中からよくやって、はい、よく言ってくれた我々の苦境も本当にってことで言って、はい、ポンペオ国務長官、うん、はい、ポンペオさんです、はい、ポンペオさん、ポンペオさんです、はい、国務長官もですね、はい、現代の最悪の人権危機だというふうにも、はい、こう後押ししてくれてるんで、はい、これね非常に明るいニュースかなと僕は思ってます、はいはい、なるほど、まあ、これ意見としては僕ちょっとやっぱり記者追放合戦、これ 最初ねやっぱりね、うん、中国の傲慢さが出てきてるっていうのはよくわかりますよ、はい、てか、はい、今までその記者を何とかされてるってことになったら、うん、中国側ってそういうふうに対抗措置ってやっぱりここ15年前まではもうそういうこと絶対やんなかったんですけど、はい、今はもう本当ここ5、6年で出てきた我々は大国であるって意識ですか、うん、ね、なのでアメリカ側も切るし、じゃあもうこっちも切られて、なんか正面からアメリカに対してこの戦い文句言い出した、戦い言い出した、はいはい、これはねまずいんじゃないかなと僕は逆に思いますよこれ、はいはい、でそれ以上に僕興味深いのはやっぱこのアメリカのユダヤ人コミュニティがギア上げてきたと、はい、もうギリギリもうやってくるという、いい、ね、まあ、和田さん的に言うとこのハートウォーミングだ、ハートウォーミング、これはもう全然、はいはいはい、来た来た来たと、やっぱりね、やっぱ戦なんかもう戦争軍屈軍屈って感じですよでね、さすがにやっぱりウイグル人強制収容所、はい、ニューヨークタイムズじゃないですか、はい、やっぱりねインパクト強かったと思いますよ、はい、本当に、はい、でこれ日本にとってはもうこれ、うん、これ今
安倍政権あの、はいね、担当の方、うん、番組見てる方の中で安倍政権の方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、なんとかぜひこれもう大チャンスですよ、はい、大チャンスもうこのチャンスを握らずにいつ握るって話です。日本もそう思うと言って人道に対する罪だと、はい、そう安倍さんが言わなくてもいいんですよ、はい、どなたかその閣僚関係の方でもいいんですけど麻生さん頑張って麻生さんとかな言ってくれないかな麻生さんあたりが言うといいよねとか習近平来れなくなるからねこれねめっちゃいい国じゃないですかもう転がり込んできましたよ麻生さんとか、はい、カモネギ状態ですよ、うん、もう絶対言ってほしいよね、うん、そうでこれねこういうことがあってしかも日本側もこの、ウイグル人に対する、うん、やっぱ人道での対する罪であるっていうことを一言言っておくと何が有利になるかというと、うんうん、例えば南京大虐殺とかそういうこと言ってきたりとかするじゃないですか、うんうん、それでも逆にいや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 あんたナチスと一緒ですよってそうそうそうこれですよそう使えるんですよあの習近平さんは今現代のヒットラーですよねとそう言えるわけじゃないですか、まあ、言えます、はいまあ、そこまで言うね気概のある政治家が日本にいるかどうか置いといてそれはねちょっとねあの、はい、やっぱこの、ちょっと鉄砲玉的な人が言えばね、うん、やっぱ安倍やれ河野はいみたいなねノリで言ってほしいです、ね、ちょっとね、はいうん、これ本当に今大チャンスなんですけど、はい、まあ言わないんだろうなってだから僕これあの本番組で昔から言ってますけどあのこれ中国にとってほら中国はその対テロ対策だみたいなことを言ってるじゃないですか、うん、でも基本的にこれ中国国内の問題だからっていうところに押し込めようとして、はい、ローカルルールで、はい、ローカルコードで戦ってるんですよ、うんはいはい、ただ日本がこれ持ち出して人道に対する罪だって言った瞬間に、はいうん日本は倫理的に上になれるつまりグローバルの方の立場からローカルなその変な習慣をまあ共断できるというそうですね、はいはい批判できる立場になるんで、はい、これはもう取らなきゃダメですよそうそうそうこれ絶対取らなきゃダメそうこれが、はい、この切り札を持ってるといろいろ外交も有利になるしあの中国が言ってるのはちゃんちゃらおかしいよというふうにもできるわけだからあなたたち現在進行形でやってるでしょというか収容してますよね、はいはいでそれはあなたたちナチスと一緒ですよ、うん、いうことでこっちがグローバルな価値観向こうはローカルな価値観でっていうことで、はい、もうこっち対抗できるということですね、はい、もう本当にでこういうレトリックを我々、まあ、そんなのわざわざ言わなくてもっていうところを僕はもうあえて捨てていただきたいんですよ、はい、そういう変なプライドはさすが戦略家ですねいやいやいや倫理的に上に立つことができるそう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 、はい、だからもうもう抽象度を上げてね、はい、そういう戦いプロパガンダ戦なんだと、はい、戦争中で何プロパガンダって人道って言ったら金を使わずに相手を潰すことはダメージを与えることができるわけだからそれを使わなきゃいけないですよ言ってくれないかな、はい、本当だなどなたか、はいはいね、鉄砲玉みたいな方でもいいですよ、はい、政権の誰だか、はい、自民党でも、はいはいはい、ぜひぜひお願いしたいです、ね、これも本当大チャンスなんです、はい、我々も一応ホロコーストミュージアムに行ってそのセンター長さんと一緒に、うん、もうあなたの言う通りだと思いますと、はい、もうだから、はい安倍政権から閣僚誰か、はいうん2,3 人さ、うん研修にねそうアメリカに行かしてそうで研修で話聞いてきましたって写真撮ってもらって、はいはいはい、新聞記者何人か連れてって見てきていやー中国やばいっすねいやここまでやばいと思わなかったなみたいな感じで言っていやちょっと大きな声で言えないですけどなんか半端ないっすねっつってうん、やってほしいなというふうに、そうそうそう、本当これチャンスですよ。本当に思いますね。こんないいチャンスないのに、はい、めったにないのに、そうなかなかね、本当、はい、はい、やりましょうよ、はい、そうですね、はい。わざとらしくていいんですよ、はい。で、我々は本当にわざとらしくやんなきゃダメなんです。そう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 むしろ、むしろ、うん、本当に、でも閣僚は行くのが一番ね。はい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 、うん、本当ね、はい、はい、ぜひぜひ、ね、お願いしたいと思います。はい、で、あとちょっとまあちょっとずれるんですけど、この、はい、ホロコース博物館。なこれちょっとまあ実はね今日とか東京大空襲の日なんですよ。おで、はい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 、ドレスデンとね、そうだから東京の、はい、東京大空襲も、はい、広島長崎もこれホロコーストなんですよ、まあですね、だからアメリカも本来は、はいはい、ルーズベルトなんか入らなきゃおかしいんですよ、まあそうですね、一夜にして殺してんだから、はい、8万人とかね、だから それをまあ日本が今ね言うっていうのはちょっとできないんだけども、はいはいはい、でもこれはね本当にすごく思うし、渡辺翔一さんは、はいはいはい、もうすごい悔しくて悔しくて自分が世界に出した英文法の方の論文のところの前書きにこれ書いたっていう
東京大空襲はホロコーストなんだというのを書いてて、でその論文っていうのは永遠に残るから、あのそれを論んだあの文法学者はいちいちこれを読むっていうように仕込んだっつって言ってたんだけど、なんかあのそうそれカーティスルメイド、ね、でもやっぱこれは政治家がやらなきゃいけないことなのね、こういう交渉とかそういうのはね、もうこれ政治家なんかもそういうためには存在してるわけですから、そう、はい、オーバーリアクションで、いやーホロコーストやばいっすよ、ね、高々英文学者にさ、はいはいはい、こんなことさせないでさ、高々って言ったら変だけども、ね、一英文学者ですらこれだけの危害持ってやってるわけだから、ぜひぜひ政治家がやれよと、はい、もう大チャンスですよ、うん、こんな人道に対する罪って言ってくれたんだから、そうです、乗っかってください、はい、はいですね、じゃあもう奥山さんもね、はい、論文発表するときは前書きにぜひ書いてあるまあアメリカ入れなくなる、いや習近平のやついいじゃないですか、ぜひぜひ、そうそう、はい、この米中戦争が進んでるよっていうのを我々の番組ではボルテージ高くやってるんですけど、日本のテレビ新聞では全然これが進んでないと、まあ大手メディアはあまりね、米中が冷戦に入った時に作りました、はい、で、はい、その時は、アメリカと中国が冷戦に入ったっていうふうに分析したっていう記事とかもほとんどなかった、うんうん、日本国内にはね、まあまあ、なのでちゃんとこういう理由でぶつかるんですよというのを、ところどころ半年ごとにね、ペンス演説してきました、ね、はいはい、あれをきっかけに作りましたよね、はい、なので、はい、どんどんね、戦争が、はい、冷戦がね、うん、進んでる様を毎回解説してるんですけれども、うん、はい、うん、今回は、コロナもありましたんで、あ、これ20年どころか、ね、はいはいはい、一気に進むんじゃないかという流れが出てきましたんで、はい、20年戦争ってやって始めたけども、はい、まあ、10年5年10年で片付くんじゃないのという風な感じになってきましたね動きがねちょっと早いんでね、はい、我々これ作ってる最中にも動きありましたね、動きどんどんありましたね、はいはい、コロナもありましたし、はい、なので最新情報、はい、特典として最新情報の、まあ、デリック情報およびルトワック情報もうあります、はい、これを加えた形 で、ね、はい、やっていただこうと、そうですね、はい、はい、ぜひ、はい、ぜひお聞きいただければ、聞いていただけたらと思います、はい、ちょっとこれ今回大胆ですよね、はい、その僕が相当その未来予測のところの部分を、はい、まあ、どうやって潰すかと、はい、潰しますよと、そうです、本当ですか奥山さん、いやいや潰すんですよと、まあ、潰しますよね、でアメリカ勝ってんですか、勝ってますよ、はい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 、それちょっと考えて、まあ、自分たちはどういうふうに占い師とか言って思っていただきたいと、どういうふうにね、人生を組み込んで、そうですね、その中にね、いうふうに思って、いや我々ちょっとそのやっぱ巻き込まれるんで、はい、その身の施し方っていうのはちょっと本当気をつけなきゃいけない、はい、これ本当これ今回は次回は本当に勝ち組入んなきゃダメですよ日本は、そうですね、はい、そうすると、はい、だから今みたいなそのために作った、そうです、この米中 CG ですので、はい、日本が勝ち組になるために国民の知識が必要なので作ったというふうに理解していただけたら、勝ち組本当入んなきゃダメですよ思いますね、はい、聞いて皆さんそのストレスを少しでも解消できればなと、まあ、そうそうそう、これどちらかというと癒し系ですよね、まあそう癒し系ですよ癒し系 CD、 癒し系 CD というか癒し系音声